るじゃない。なんかだからわかるんです。話の内容がよくはつかめないからね。あまり一気にやるとよくわかんないことになるから、このゲーム突然始まって突然終わるから。前回の2もそうだけど、結構進んだのかなって思ったらラスボスだって言われて、え、マジでってなって、知らんうちにラスボス来たりしたから。だってさ、私の方が時間合わせらんないんだもん。なかなかアディグだ。変な時間になってさあ、合わせようとしてさ、時間がさ、もしこの時間だって息巻いてるのはいいけどさ、もし私がさ死んでしまってさ、気づいたらなんか3時間ぐらいをもう放置してたよとかなったら、なかなか悲しいじゃん。それが嫌だから、なかなかね、そのいろんな人ともね、お話を合わせることもできないからね、誰とも関わってないんだけど。融通が効く職だったらよかったな。融通が効かんもんじゃん。やってくれるの嬉しいんだけど、迷惑かかっちゃうじゃん。だからなんだろう、定期配信したいけど定期配信にはしてないじゃない。私時間だけ指定してあって、曜日とかも指定してないのはそのせいなんじゃよ。責任持ちたいけど責任持てないからさ、すべては会社の意向によるのじゃよ。そんなに時間はすらないんだよね。だからな、いろんな人とやりたいけどできないんじゃよ、私。本当はもっといろんな人といろんなゲームしたいんだよね。この辺にはいないかな。はい、だ。あれ、わからん。それはわからん。これはわからん。おお、うん。もはや、画面見てればわかるよレベルの話じゃないんだけど。こう、そう、あ、いた。よしよし。ハニカム島ってどこまでの範囲なんだ。アメちゃん、アメちゃんな。いや、そう言ってくれるとね、嬉しいんじゃけど。本当にさ、私自分で決めた時間さえ守れない人だからさ。ね、よくやるじゃん。寝てましたとか。死んじゃってましたとか言えるからさ、安易に時間を設定できないっていうね。いた。悩ましいところですよ。もう
しいな悲しいな。上司って、私の上司って社長しかいないんだよな。そう。あ、いた。全部捕まえたかったな。じゃあ、ここだ。あ、いた。もはや見えてなかったって。あ、いた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 。なんか本当にその辺に。あ、いた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 。てこれ、あ、いや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 、これはよし、あ、来た、見えねえそんなもん見えねえ、ここにいたよ今ここにいたひどい、これはひどい。いた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 。あと、あ、いた。よしよしよし。あと2体。1体ぐらいいるでしょ。あ、いたよ。見えるこれ、見える見えるこれ。見えるこれ。これ。もうタイヤの先なんだけど。ああ。やばくない出てきたあ、いたいたよ。よし、来た。星がまた瞬く真夜中に大きな月が顔出した。